はい、高橋亮太郎でございます。はい、このダイソーに電話っていう、記事が出てきましてですね、ダイソー、あの100円ショップのダイソーですね。で、この3つ書いてありまして、書いてあります。はい、なんかあったわけですね、ダイソーでですね。で、電話番号が書いてあります。ダイソーですね。そうなんだと。ダイソーはね、一つ目ってよく出てますよね。一つ目とあとね、創価学会って出てますよね。まあ、それはわかんないですけどね。創価学会ね、無限にお金があるからですね。まあ、どんどん株を買っていけばですね、まあこれダイソーに限らずですね、どんどんね、株主、アメリカのファイザーのこれ取ったじゃないですか、私ね、アメリカのファイザーの何パーセントでしたっけね、アメリカの創価学会ですよ、株主が。だから、もっとね、いっぱいあるわけで、だから、こう、ダイソーってよく出てくるんですけども、どうなんでしょうかっていうことでですね、まあ、調べればわかんのかな。まあ、興味ないんですけども、まあ、それはともかくですね、まあ、こういうことがあったっていう、この人は怒ってるわけですね。はい。こちらの3つを書いておきます。はい。ありがとうございました。失礼します。